あやさんも袋ラーメン作ったことないんじゃない、うん、やべやべ入れちゃった。皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのはやです。今日土曜日なんですけど、はやが土曜授業から帰ってきた時にママ作ったよって言って持って帰ってきました。これね、お姉ちゃんの時もやったんだけど、多分皆さんの学校でもやったことある方いらっしゃるかと思います。何を作ってきたかというと、家庭科エプロンを作ってきました。ミシンを使って縫います。はい、はやはミシン使うのは初めて。初めてです。で、ね、学校の方で一括でね注文するんだよね。あの裁縫道具とかね頼んだ時みたいに注文して、このようなねセットになって届いて、練習布ですよね。近く縫いましょう、まっすぐ縫いましょう、返し縫いしましょう、はい、練習しましょうって言ってやった上でエプロンを作ったそうです。この作業する気なくてもいいなと思っとった。あの直接縫えばって、うん、まあ、お姉ちゃんぐらいねミシン普段から触ってる子だったら練習する必要はないかなと思うんですけど、ハリアには一応必要かなと思います。作ってきたエプロンも見せてもらおうと思います。はい、どうぞ。はい、こちらですね。柄はスポーツメーカーのミズノの柄になります。シンプルなんだよね、紺色になんか絵が描いてあるって感じです。でポケットとなんかよくわかんないハンカチです。ハンカチじゃなくてこんな風に挟むやつ。かけるやつ？このそうだ、この辺。薄い。ほら中身ちょっとしっかりだぞ。そう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 だ。これはこれ以外に私もう一個作ろうと思ったんで、一、うん、つはそれが失敗に終わっちゃって、残った分で何かしらのポケットを作ろうと思ったんですよ。うん、したら本当はもうちょっとこれぐらいのサイズのポケットあの、うん、サイズの布やったんだけど、作っていくにどん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 小さくなってきてこうなった。こうなったの。はい、わかりました。どことかが。ちょっとね、縫い代がね、めっちゃ厚いんですよ。で、ママがまず一番最初気になったのは、ミシンの糸の色。これ、見てわかりますか？白なんですよ。白色。うん、まあ、これが柄だといえば、まあそうなんですけど、でもね、よく見ると、こっち側は黒で塗ってあるんですよ。これはこれで柄というね、なんでここだけみたいな、ね、しかも聞いて、ここね、あのね、これ糸通すと知らずにね塗ったのね。一回塗ってめっちゃ小さくなったり、これ入れるめっちゃ大変やった。あと、すいません、あの糸切れてないんですよ。うん、なんか切ったんですが、なんか復活しました。え、これ、わかる？あ、そう、それ切ったんだけど、あの、ここまで切ってなくて、ここで残ったって感じ。全てのね、箇所がね、糸がそのまんま若干残ってるって感じ。あと、さっき言ったみたいにポケットがちっちゃい。で、ここ一番気になる、これさ、切ったなりなのやで、ここほどけてきてるんだよね。これ、若干ちょっとこれ、こんな風に縫いなさいって説明書にあった？いや、そもそもこれはなかったんだけど、あのエプロンがあったんだけど、ポケット追加されてるとこにあったんやで、そこに、うん、なんか考えながら作った結果それだった。あ、なるほど。ミシンを使い慣れているママからすると大丈夫かっていうところいくつかあるんですけど、まあ初めて塗った割には綺麗かなと思います。塗った割、うん、あの一応まっすぐ縫えてますし、でこれ洗濯しないといけないんだよね。うん、洗濯しないと売らないと落ちるもん。あ、あ、うん、これね、自ら綺麗に塗るやん、この癖で言うから。これ後ろに縫い代のなんかね、教えてくれてんだよね。この青色の字が洗濯すると消えるらしいんですよ、うん、ほら、ここに書いてあるよ。この型紙のプリントは洗うと消えますって自ら消えにってる。はい、まあね、めっちゃ糸出てますわ。気になるんですけど、ね、友達のとこれあったの。あ、あったあった。でもこういう型紙じゃなくって1枚の布渡されて塗ってくださいやって。うーん、すごい。なんでちょっとはや、このままがいいママがちょっと手直してあげた方がいい。うん、手直してほしい。このポケットをほどいて、ほどか縦にこの細長いのにしませんか。ああ、なるほど。あの、正直のところ、うん、こんな長くて長くていらないんやって。ね、いらないし、でもこの長さだとこれぐらいあればいいんやって。横は
そこまで布が取れるかどうかわかんないけど、ちょっとやり直してみましょう。あとこれ、ここ縫えてないんだよね、ここ。あのね、あのそれはね、引きちぎられとる。あのね、それはね、まさしにね、縫おうと思ったんで、縫ったら、下手がもう切れかけとったんで、うん。で、そのまま無視したと。そう、その結果こうなりました。これね、多分ね、給食、中学校の給食当番の時のエプロンになるんじゃないかなと思います。え？お姉ちゃんに聞いてみてください。うん、小学校で作ったエプロンを使ってる人いませんかって。なんだあるの？なので、ちょっと手直しをしてあげたいと思います。手直しされた。してほしいやろ、これポケットとかは。このジャングルポケットなどだし。まあでも上手だよ。上手って、うん、初めて塗った割にはすぐやし、上手やと思う。男の子が塗ったにしては、うん、上手やと思う。で、これ学校にもう一回持ってくの？もう一回、あの、先生が言っとったんだけど、うん、野菜切ってする授業からにて、うん、あの、それを飛ばした理由として先生がこのエプロンを作ってからやった方がいいんじゃないかって思ったらしい。じゃあこのエプロンを使ってやるからってことだよね。その時に切れるようにちょっと今から手直して洗って、これが本当に切れるかどうかまでやってみましょう。はい、エプロン洗い終えました。はい、どうぞご確認ください。はい、まず反対側に書いてあった文字消えるって書いてありましたけど、どうですか？全然消えない。ここになんかね、いろいろ線書いてあったやつなんですけど、消えました。はい、あとポケット横に広かったんですけど、ガバッと大きく入れられるポケットに変えました。ここあの切りっぱなしだったんですけど、ちょっと塗って丈夫なやつにしました。で、あとはまあ白かろうが何しようが、もう早が頑張って塗ったやつなんで、そのままです。ガラッて言っとったでね。どう早、うん、ということで今回はこのエプロンをつけて早に料理を作ってもらおうと思います。え、そうだ、簡単な料理で、あなた作ったことがないものがあるんです。そう、目線の先。これ？こちら。はい。実はね、はや、この年になって、カップラーメンは作れても、袋麺が作れないんです。何それ？袋のラーメン。お昼ご飯に、はやにこれを作ってもらおうと思います。はい。カッコ全部。頑張って作ってください。はい。レッツトライ！こう？ザックザック。こう？ザックザック。はい、よし、これを、うん、ここレッツが重これ重いぞ。前が見えん。メガネが曇っとります。メガネが曇っとります。向こう三つ分、こっち二つ分、うん、お願いします。負担。あやさんも袋ラーメン作ったことないんじゃない？うん、やべ、やべ入れちゃった。なんか入ったなと思っとったら、音、やばい、やばい。どうでもいいけど、これはやばい。異物混入させられました。これ時差やってるのは、おばあちゃんとかのさんは柔らかい方の麺がいいから時差にしてます。なんか今食べた？食べなかった今。ビシャってこぼれるよ。はい、ということで完成しました。もう相当麺伸びてますね。ラーメン作るの難しいでしょ？はい、すごいと思いました。なんか微妙に頭うにょうにょしとるね。もうそろそろ切りどき。やだ、まだ嫌よ。伸ばすの、伸ばすの。メデューサならんように伸ばしてるな。前髪がすごいうねっとるから。姉ちゃんみたいにこうやって伸ばさな。こうやって伸ばしてますなよ。まあいいや。